ピーストライクをご覧の皆様、はじめまして、マリモでございます。皆様が私のことをご存知だという体でこれから話をさせていただきますけれども、今回から、私マリモの冠番組でございます、マリモ神話が始まります。今回お邪魔しているホールさんがですね、岐阜県の高山市にございますビッグマックス高山店さんでございます。この番組はですね、私がもうあと残り1年ぐらいとなった5号機の、設置期限中に、まあ、5号機で叶えていない、まだ達成していないことをやっていこうじゃないかという番組でございます。で、まあ、もちろんね、その対象機種が私が神台だと個人的に思っている機種を出せていただきたいなと。まあでもね、神台ということでいうとやはり最初に思いつくのはゴッドかなということで、今回はミリオンゴッド神々の凱旋を出させていただこうかなと思います。で、凱旋のやり残したことっていうのがね、今おそらくここに出てるんじゃないかなと思いますけれども、簡単なところで言うと万枚ですかね。簡単じゃないんだよ、分かりやすいところですね。分かりやすいところで言うと万枚です。僕過去に一度万枚出してるんですけど、凱旋でその時がなんと乗り打ちだったんですよ。で、相手が結構投資をしてたんで、めっちゃ出したんだけどめっちゃ持ってかれたので、一人で出して全部自分のものにしたいっていうのも、まあ一つのね、叶えたいことでございますけれども、他にももろもろございます。で、そういうのを、まあ、叶えていって番組をね、ちょっと楽しくできたらなと思っております。で、まあ初回ですんで景気よくバッと出して、今回のままで出しちゃってもね、いいかなと思ってるぐらいなんで、出して、あ、この番組見てるとなんかね、気分がこう高揚するというか、初そのうちに行きたくなるなっていうような番組にできたらと思いますので、さあ果たして初回どういったことになるんでしょうか。そして私達成できるんでしょうか。ぜひその目で見届けていただきたいと思います。それでは初回の実践行ってまいります。さあ、では凱旋角台抑えられましたので行ってみたいと思います。さあ、で、この番組、まあ、概要をね、軽くオープニングでも話しましたけれども、まあ、私が叶えたいことをやっていこうと、実践を通して、まあ、そういう番組でございます。で、先ほど言ったね、万枚以外だと、まあ、大工を流す、凱旋だとね、大工を流す、あれ確か1万枚超えてラストセットとかで流れるんじゃなかったかな、なんか条件はねあるんですけど、他だと、神圧以外のプレミアムとかね、ゴッド確定の、あとはゴッドの1ゲーム連とか SGG 中の赤7エクストラに上がることが確定するやつですね。あとはギャラリーができるぐらいの SGG でも、あ、どこまで行っちゃうんだみたいな、エクストラ上げて一つも終わんないんだけどみたいなのを、まあ、いい気分になりたいってことですね。だからできれば自然と出玉も伴ってくると思うんで、結果的に動画として楽しいことになってると思います。さあ2連、あー残念。で、僕、この番組のその概要をね、お話しいただいたときに、そこで番組タイトルをまだ決まってないもんだと思ったんですよ。だからその高山に昨日泊まったんですけど、ここで、まあ、打ち合わせがてら決めるのかなと思ったら、もうマリモ神話になってて、ついに神話になったかと思ってね、俺だからまあ、その番組タイトルにふさわしい内容にできればいいなとは思いますよ。名前負けしてるって思われると嫌ですからね。さあ、いいモードに上がってきております。ああ、ここ止まりか。もう一声いただけるかと思いましたけど、もう天国まで上がってる可能性もあります。当たるか、これ
3連4発目おばらけた。これはいただいた可能性が高そうだな。あ、いた、296、早いです。あ、白か。このままだと単発で終わる可能性大だ。さあ何事もなく初回あたりは終わりました。いや、連チャンあったら嬉しいね。これはお、鏡、もう一回鏡。あー、出ない。さあどうだ、ラスト。やっぱダメか。天国で当たったと思われるので期待はします。特に何も引かないで準備に上がった可能性が高い気がするんで、挙動的に。となると、まあ、3とか5の可能性が、お、右から吹いた、高まるのかなみたいなね。おお、ひなな3連です。埋めよう。ひなな5連が最高だ。なんでひなな6連以上もじゃあ追加します。やりたいことリストに。まずは4連。ああ、もうダメだ。ひなな5連でも相当確率確か低かったはずなんで、リプレイは、上段リプレイは通常時の、何連が最高、7連だ、7連が最高なんで、8連、自分で言うのもあれですけど、相当打ってると思うんでね、お、当たると思ってる。おいい台だね、多分。30ゲームです。右上がりキララで右から風吹いたりしてたから、今度はなんか子役で上げてった感がありますけど、あ、違うか、キララ3連かもしれないね。ちょっとそこが引いたタイミングが一緒なんで、右上がりキララとか、どっちにしても当たったというこの事実がある以上は、高設定査定にはプラスがつきますね。これはるか昔に何かの番組で言ったんですけど、なんかね、連帯感みたいなのが生まれるんですよ、自分の中で。他の全く知らないお客さん、今日しか会わない、もう二度と会うことないであろう人とも、なんかよくわかんないけど、だから例えば自分がハマっててちょっと離れたところですごい出してる人いたら、他の騎士だとあいつばっかりっていう気持ちもやっぱり芽生えることもあるんですけど、ゴッドに関してはおめでとうって気持ちなんです、基本的に。ただでも自分がすげえハマってる時に、またゴッド引いちゃいましたよとか言って、なんか生きってこられたらもう兄弟じゃなくなるかもしれないですね。絶縁するかもしれない。なりません、聞いてくださいよとか言ってたらって。お前、今俺が1500時間かハマってんの見えねえよ。なる可能性はありますけどね、まあ、そこら辺はまあでも嬉しいからやっちゃったということで。これは単発だと思うな。ないない、そんな美味しい話はございません。クリアしたい、達成したいリストの中に神アツ以外のプレミアムってのがあるんですけど、まあゴッド確定ですよね。ゴッド確定のプレミアム、ステージ固有のがそれぞれあるんですよ。ここだったら、ここになんかゼウスのシルエットが、ゼウスが出てくる、でっかいの背景、このステージだと。ただここで出すのが一番大変なんじゃないかなと思いますけどね。
一説によるとゴッドを引いた時に100分の1ぐらいでそういうプレミアム演出が出るみたいなのを聞いた覚えがある。僕が、まあ、ミッションとしておきましょう。ミッションクリアすると何かしら皆様にプレゼントをさせていただくということでございます。まあ、欲しい方がどれだけいらっしゃるか分かんないです。何を作るのかもまだはっきりしてないんで、なんで欲しい方がねどれだけいるか分かんないんですが、僕がクリアすれば皆様がもしかしたらちょっと嬉しい気持ちになれるかもしれないんで、応援してください。でもな、自分で設定したそのやったことないリストっていうか、どれもこれもハードル高いんですよね。だから結果何も差し上げられませんでしたっていう可能性の方が高いんですけどね。やばい、飲まれる。1ではないのかなっていう気はちょっとしてます。ちょっと後で答え合わせする企画とかで打ってもやっぱ全然違ったねってこと多々ありますもんね。凱旋って凱旋に限らずゴッドシリーズは特に800ハマりです。まあ、どうせハマるんだったら朝一が良かったなとは思うけど、朝一ここまでハマったら多分もう打たなかったと思うんですよ。いやー、どうせやったら朝一に来てほしかったな。選べないけどもそんなものハマるタイミングなんて。わっ、リップさん、リップ8チャンスが来ましたね、久々に。おー、これでね G ストップ入ったりするとまたやめられなくなるわけですよ。さすが入んないか。入りませんな。チャンス目が出た。お、リップさん、よし、リップ4来た。リップ4、リップ5、リップ7、リップ8。あー、リップ4止まりか。当てたかった。ハマりをハマりを回避したかった。さあ、4万3000使って991ゲーム目に閉まりましたね。しまい、ダメだ、出ない。はい、来た。あー、滑ったね、今ね、完全に滑った。しないか。 S か、今度は V だと思ったんだけど。あー、やばい。7がある。1枚か。ああ、是が非でも仕留めたいな。7で。ああ、もうない。まあでもいい、 S の方が夢がある。さあ、ラスト S 止めるだけ、簡単な仕事ですよ。簡単な仕事ですよ。すげえ嬉しい。危ねえ、4万3000ですよ。もうどうにもならなくなるところだった。すんでのところ4桁ハマり、995で SGG からの S 揃いでございます。さあ、本番はここからです。いやー、よし、引こう、いっぱい引こう、山ほど出そう。大丈夫かな。違う違う、赤7涙。違
違うってナビはナビでも。違う。あー、いかん。よくあるやつだけどいかん。あー、じゃあしまれ。今日負けです。もう負けです。決まりました今ので。あー、午前中に負けを確信するパチスロってすげーやだ。でも確信せざるを得ない今の展開は。ようやく入った SGG でカス1個ですね。カスナビ1個。これはもう単発仕方がない。あ、でもリップさんで終わったから次のゲームで引ければ。いや、いい出場だったと思います。よっしゃ。違う、8天杯だ。あ、よっしゃ。右上がりきなのかと思ったけどじゃあもう一回イメージを並ぶ。イメージもここに追加されるイメージ。いや、今のはちょっと微妙だったな。あー、やっぱり。まあでもよリップ読んできただけいいですね。 G-SOP 救われる回になるのかもしれない。もう一回とりあえずできます。 G ストッパーになれます。いきなり閉まるパターン。あ、違うか、ゼロ揃うか。さあ8ゲームで G ストップ突入。よし。うわー、揃えたい。当然だが揃えたい。あー、もう。とりあえず鏡。Vと縁があるな今日は。でも Vサインはもうないんだよ、リーチ目は。来た。よし。あー、まだいけます。設定じゃないところで出す。あモードも悪くなかったんだね。これであと3セットなんで1000枚を超えられるかな。よし、リプ4。今日は G ストップの日かな。ダメだ。あ、いや、まだダメだ。右台地が本当ダメよね。お、ストップ。あ、でも一番下でほら言ってたらこれだよ。とりあえず左中段にゴッと止めたいですね。はい、あー、そっちね。なるほど。じゃあ右下がりにテンパイを。あー、冗談。いや揃うって。イメージでやっぱ大事だよ。シンさんとかイメージでもうそのまま揃えそうだし、ね、先輩を真似よう。よーし、来た。これよ、これ。あー、面白いさっきまでずっと退屈だったのに、すごくすぐ楽しくなんだよこれ。打った方がいいですよ。だからあと1年しか打ってねえし。一番下どうなんだ。揃う。
あー、さっきと同じパターンじゃないこれ。2回はダメだよね。まずいってダメだよこれで終わったらマジで。あーもう、あーひどい。さっきよりちょっとだけ階段一つだけ上がったけど、ひどい。今日は SGG の日ではないっぽいんで、私のバイオリズムは、G-STOP とボットプラスアルファで勝ちます。1500枚近く出たということで、とりあえずは、まあ、一仕事を終えた感じはありますね。全然ダメだね、全然なさそうだ。ああ、やはり。じゃあ G ストップは、お、ああ、ないよな。ないです。リプさんで G ストップは当たっておりません。6号機ゴッドどうなるんですかね。ポセイドンはまだゲーム性は悪くなかったと思うんですよね。アイディアはいかんせん出なかった。出なくもないんだけど、確率の割にっていうようなフラグが多かったというか、まあ、そんな感じですね。だから割に合わない感が結構あった。6号機ゴッドはな、有力感がある以上、有力感が撤廃されない限りは結構きついよね。どんなのが出てくるのかな。やだな、1000ゲームハマるのもうやだな。お、さあ結構いろいろ引いて、風も吹いてますね。準備ぐらいまでは来てると思う。思いたい。遅れたけどモードいいんだよね。意表をついてのテンパイしないか。いや、あと1個なんですけどね、多分。そう、いいよいいよいいよ、来たんじゃない。今日初めて天国を期待できるタイミングといいますか、状況です。延長も始まってますね。外れとかで上がっててっていう可能性も、ああ当たってたね。右上がりで当たったようです。V 止まんねえかな、 V。 あー、ここでか。あ、こういう当たり方レアですね。おそらく天国だと思われます。天国で引いたと思います。じゃあ黄色くなった、よし来ました。まあ、280消化してるんで、これが普通に2連で終わると、まあ、元返しみたいな感じになるんですけど、ね、使った分出たみたいな、使った分出すみたいな感じになるんで、やったことないリストにあれ加えましょう。ハーデスの兜見たことはあるんだけど、やったことがないんで、超天国プラスアルファなんかあるんだよね。出る、出さなきゃ、出るための条件、出すための条件か。さあ、ここで V が揃ったり、次もゼウスだったりしたりな、嬉しいね。
ないか。わ、Gストップあるか。あるかあるかあるか。ああ、あるっぽい。よし、今日はやれてますからね、Gストップは。今日の勝敗はここで決まるかもしれない。最大の山場の気がする。あー、位置がない。ここじゃねえよ、 V だろ。鏡が出ねえな。ダメだ。出ませんね、全く出ない。よっしゃ、最高、最高だ。よっしゃ。そしてもう1ゲーム。7がある、7がある。2枚、よー、1枚か。7があるぞ、でも7があるぞ。どっかで雨ぐれ流れてる。これも流したい。よーし、よーし、よし。違う、全然熱くないけど、まあじゃあ揃えて2連は、じゃああと2連は確保しよう。5だぞ、また5でいいんだぞ。5を止めるの得意だぞ俺。あー、形が似てる。あー、楽しかった。戦国準備にはいそうなので、このままモードが変わらなければ AT 終わった後もチャンスではありますね。まあ、そもそもまだストックあるかもしれないからね。さあ、750枚と、残念な枚数ですが、連チャンしてくれれば多めに見る。揃わない、やはりありませんでしたね。耐えててくれればまた楽しい瞬間味わえるんですけどね。お、悪くなさそう。ああ、なおさらありますね、これは。忘れた。多分もう全長終わりでしょう今ので。イプさん、はっ、集団リプあるぞ。よし、すごい。やっぱ G ストップの日だ。まだいける。いけなかった。好きです、オナハチ。78ゲーム。ここで3揃えたらあれだから、またリーチ目がいい。外した今。これが吉と出るか凶と出るか。
あー今絶対揃えたと思ったんだけどな。あ、なるほど、こういうことか。このためね、揃わなかったのは。やばいね、今普通に揃って欲しかったもん。まあまあ、まあ、3度目の正直っていうありますからね、ことわざがね。これもフェイクナビだけで終わるようであればもう今日は赤七 SGG とは縁がないと思います。ナビが出ないです。さあどうなる、救済、救済発動ですよ。ここまで乗らない48ゲームやってね、1回も出ないんだからね。まあまあまあいいや、救済されてると思う。救済も嬉しいんだけど、やっぱり赤七揃えて SGG ループさせて楽しみたいっていうのが一番ですよね。 75% が救済措置で選ばれてて、しかもそこですごい引き強を発揮してたら、このセットでアメイジンググレイス流れる可能性もあるんだよ。さあどうなってるんでしょうか、どうなっていたんでしょうか、内部的には救済措置果たして救われているのか、雲の糸は掴めたのでしょうか。ダメそうです、ダメだった、本当にダメだった。いやまだ分からん、いやもうダメだな、これ多分ちょっとダメだな。ダメじゃん、楽しかったからいいんだけど、いやダメじゃん、なんだよ、ちょっとぐらい救ってよ。さあ、初回の実戦が終了いたしました。長らくご視聴いただきましてありがとうございます。いやー惜しかった、惜しかったとしか言えない実戦でしたね、出玉の方で言えば。ということは残念ながら初回は敗北でございました。詳しく言いますと投資が4万3000円ですんで、47枚貸しなんで2021枚で、獲得がこちらですね、1759枚なんで、1759引くと、262枚のマイナスでございました。ただ、まあ、この番組は終始というよりは私が自分でねまだ叶えたことないことを、達成しようということなんですけども、今回は残念ながら一つも達成できずと、まあ、でもそもそものハードルがめちゃめちゃ高いんで、全てやっぱ5年も打ってるとある程度クリアしちゃうよね。でもまあいつかそのうち凱旋も、クリアできるんじゃないかなと思ってますんで、ぜひねそこらに期待していただければと思います。まあ初回にしては手応えがあったかなと、それなりに、まあ、あと G ストップじゃない SGG をもう救済措置ぐらいはしてほしかったなっていう感じですね。あれ一発でも全然違ったと思うんで。ただ今日稼働がね、凱旋すごく良くて、で、まあ、出てる台ももちろんあって、で隣の
なんかね、差し入れくれたりした方が G-STOP にリプさんが2回入ってるんですよね。まああれはもう本当当たりじゃないかなと、一番上かどうかは分かんないですけど、当たりではないかなと。あとはまあちらほら隠れてそうな感じがするんで、まあ、次こそ掴みたいですね。掴んで、掴めばその達成する可能性も上がってくると思うんでね。さあということで、マリモ神話、仰々しいタイトルで始まった新番組ですが、次回からもぜひお見逃しなく。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。